全人類の母と呼ばれるミトコンドリアイブ。皆さんはもしかしたら大きな勘違いをしているかもしれません。世界ミステリーチャンネルへようこそ。ということでですね、今回はミトコンドリアイブとはと題してお話をしていこうと思います。人類の起源はという話になると必ず名前が上がるのがこのミトコンドリアイブではないでしょうか。それだけではなくて都市伝説的な話にもたびたび名前が上がることがあるんですが、そもそもこのミトコンドリアイブというものどんなものなのかよくわかりませんよね。専門的な話になるため結構ややこしいんですが、今回はこのミトコンドリアイブとは何なのかということをなるべく簡単にまとめました。なお、こうした分野というのは常に研究もされていて、新しい学術が出る場合もありますので、新しい情報の漏れがありましたら申し訳ございません。というわけで、今回の動画、豆知識的な感じでご覧いただければと思います。それでは、ぜひ最後までご覧になってください。どうぞ。人類はたった一人の女性の子孫だ。この説をご存知の方も多いと思いますが、いわゆるミトコンドリアイブというものです。これは1987年にカリフォルニア大学の分子生物学者アラン・ウィルソン博士らの研究チームが発表したもの。彼らは世界に存在するなるべく多くの民族を含む147人のミトコンドリア DNA の塩基配列を解析し、全人類が約20万年前のアフリカにいた一人の女性の子孫だと発表しました。このことは人々にも大きな衝撃を与え、旧約聖書における人類最初の女性にちなんでミトコンドリアイブと呼ばれるようになったんですね。この研究はアフリカ単一起源説を支持する有力な証拠にもなったんですが、その他にも聖書の記述は正しかったと考える説や、人類が何者かによって創造されたとする説に新しい可能性を見出す発見にもなったわけです。しかしながら、このミトコンドリアイブが人類共通の祖先という言葉は大きな誤解を招いてしまいました。皆さんの中にもイブと呼ばれる女性が最初の人類、全ての人類はイブから生まれたんだと思ってる方はいませんか？まあこれくらいの誤解ならよく見かけますが、中にはエンジンからイブを生み出したのは宇宙人だといった考え方もちらほら見かけます。こうした考え方にすでになくなってしまっているんですが、提唱者のウィルソン博士も困惑していたという話があるんですね。まあ実際のところ専門分野で難しい話ではあるんですが、ミトコンドリアイブ仮説とは一体どんなものなのか、簡単に噛み砕いて解説していきたいと思います。そもそもミトコンドリアイブのミトコンドリアとは何か。これは動植物や細菌などほとんどの生物が所有している細胞小器官で、一つの細胞の中に1個から数千個も存在すると言われています。主な役割としては、細胞内で呼吸して酸素からエネルギーを作ることで、独自の DNA も持っているんですね。数十億年前には、生物はまだ原始的な単細胞生物で、ある単細胞生物が酸素をエネルギーに変える能力のある他の単細胞生物を取り込み、別の生命体に進化。これが人間を含んだ多くの生き物の祖先であるとされています。この時に取り込まれた単細胞生物がミトコンドリアの祖先と考えられていて、ここからミトコンドリアは本体の細胞とは別の独自の遺伝子を持っているとするんです。人間というものは当然子孫を残すわけですが、ミトコンドリア DNA は精子に入ってはいるものの、卵子と結合することはなく排除されてしまうんですね。そのため子孫に受け継がれるのは母親のミトコンドリア DNA だけとなっています。ミトコンドリアイブの話では一人の女性に遡ることができるとなっていましたが、母親と母系を遡るためこうした話になっているんですね。それではミトコンドリア DNA で祖先をたどると永久に変わらないのかといえばそんなこともなく、これまでの調査で人類の誕生以来一定の間隔で何度も突然変異を繰り返したと言われています。つまり、ミトコンドリア DNA を調査して大きな違いがあれば、それは突然変異を経ていたということで、古い時代に分岐したものということですね。
その逆に DNA の情報が似ていれば、突然変異をそれほど経ていないということで、比較的新しい時代に枝分かれしたというわけなんです。このミトコンドリア DNA の特徴に着目したウィルソン博士は、先ほど言った通り、アフリカ単一起源説の証拠を見つけるために、147人のミトコンドリア DNA の調査を行いました。このアフリカ単一起源説を簡単に言うと、人の祖先はアフリカで誕生し、その後世界各地に散ったというもの。逆に世界各地で人の祖先が生まれたとする立ち行き進化説というものもあります。ウィルソン博士はサンプルのミトコンドリア DNA の違いを比較し、突然変異が起こる前の時期を推定することに成功。それを持つ女性が約16万年前のアフリカにいたという結論に達したんです。ウィルソン博士の発表したこの学説は話題になり、先述の通り、創世紀に登場する人類最初の女性にちなみ、ミトコンドリアイブと名付けられました。しかし、ミトコンドリアイブが最初の人類、そして人類共通の祖先なのかといえば、そんなことはありません。そもそもミトコンドリアイブだけが最初の人類として発生したわけでもなく、当然同じ時代、さらに言えばそれよりも前から人類は存在していました。例えばなんですが、同じ時代に A という女性が子供を産んだとします。それが女の子であれば、イブと同様に次の世代までミトコンドリア DNA が受け継がれます。しかし A という女性から男の子しか生まれなければ、ここから子孫ができたとしても母方のミトコンドリアが受け継がれるため、 A という女性のミトコンドリア DNA はなくなってしまいます。だからといって A という女性の血筋がなくなるわけではありませんよね。ミトコンドリア DNA だけを見ているために血筋がなくなるように感じてしまいますが、 A という女性の子供が子孫を残す限り、その血筋は続いていくわけです。結局ミトコンドリアイブというものは、多数存在したミトコンドリア DNA の中で現代まで受け継がれた人というわけなんですね。そのため最近では、長い歴史にわたって女系が絶えることのなかった幸運な人物ということで、ラッキーマザーと呼び方を変えようという動きもあるんです。確かに人類共通の祖先ではあるんですが、それはミトコンドリア DNA で辿った場合の最も時代が近い共通の母系祖先ということ。そのため全人類の唯一の祖先ではないということですね。しかしながら、アフリカ単一起源説の証拠の一つでもあります。まあ大きな誤解を招いてしまったミトコンドリアイブですが、女系の子孫を生み続けていたという意味ではグレートマザーと呼べるのかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。ミトコンドリアイブとはと題してお話をお送りしました。最後に余談として、進化のお話を少しだけ。地球上のすべての生物は単細胞生物から進化したとされているんですが、これには複数の異なる生物から進化したとする説もあるんですね。複数生物からの進化説では、分析の結果、その確率は10の2680乗分の1の確率。これは10の後ろに0が2680個並ぶという天文学的な数字です。また人間が初めから人間の姿だったといういわゆる創造論的な考えもあるわけですが、こちらの人が他のどの生物とも別に創造された場合の確率は10の6000乗分の1だと言います。まあ確率的にはゼロではないんですが、ほぼほぼこの説は支持できないですよね。となると、やはり創造論的な話というのは人間による創作なのかなと思ってしまいます。というわけで、今回の動画面白いと思いましたら、ぜひグッドボタンをよろしくお願いします。またチャンネル登録、通知登録もしていただけると嬉しいです。それでは今回の動画はこの辺で。最後までご視聴いただきありがとうございました。